常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらぜひね Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。国際法のですね基本も分からずに、まあ日本国憲法を語ることもなかれということでね、まあこれは島田雅彦さんにもぜひ申し上げたいんですけどね。まあ島田さんはここまで何回か動画で批判してきましたけど、島田さんはね、なんかね、暴力っていうものをね、なんて言うんでしょうね、こう変わった彼独自のですね、まあというか彼独自のっていうか、いわゆるその左派的な解釈ですよね、暴力っていうのを捉えているみたいです。彼が言うにはですね、まあいわゆるですよね、まあ彼がその同情しているようなね、今回の、岸田総理暗殺未遂犯とか、それから安倍総理暗殺犯ね、島田さんが共感を寄せて同情してかわいそうだと思う人がやむにやまれぬ感じで暴力使うのはセーフね、それ以外の暴力は全部アウトみたいな感じの、ちょっとね、なんていうか偏ったその暴力に対するね、はい、ぜぜひひな態度して、普通は逆だと思うんですけど ね。で、彼が言うにはですね、その敵基地攻撃能力は暴力だから反対だとか言うんですけど、敵基地攻撃能力っていうのはね、最初に先制攻撃、向こうから攻撃されて反撃する力なわけですから、最初のこの先制攻撃の方の暴力どうなのと、北朝鮮が撃ってくるミサイルとかさ、チャイナが台湾侵攻とか、こっちの暴力どうなのって話なんですけど、そこはなんかノーカウントなんですよね。だからその根底にあるのがですね、そのいわゆる権威主義国家である北朝鮮とか、まあロシアとか、それからチャイナね、こういう国が平和勢力だっていうね、誤ったその世界観、これをベースにですね、まあ国際秩序とか国際法とか一切無視した形でね、はい、まあその暴力に関するですね、ご考説を述べられるので、もう本当に困ったなというふうに思うんですが、まあこれね、意外とですね、日本全体に、まあなんて言うんでしょうね、まあその教育によってね、流布されておりまして、憲法解釈なんかもまさにそんな感じなんですよ。まあ要はその憲法の字面を追ってですね、謎のね、この、関連論が展開されるわけなんですよ。ね、暴力とは何か、戦争とは何かみたいな感じでね、辞書的な意味を追っかけていくわけですけど、違いますよ。法律の文章ですから、ね、テクニカルタームなんで、ちゃんと定義あります。ね、これいつも私言いますけど、民法において善意とは何かって話ですよ。民法において善意というのは、事情を知らないってことです。善意の第三者って言ったら、事情を知らない第三者でしょ。いい人って意味じゃないですよ。ね。悪意の第三者っていうのは悪い奴って意味じゃないですからね。ね。悪意っていうのは事情を知ってるっていう意味なんですよ。ね。こういうふうに法律に書いてある言葉って、ね。辞書的な意味で解釈するとおかしなことになるのって結構一般のね。例えば、刑法における責任って何かってわかります？刑法における責任主義っていうのは、悪いって分かっててやったかどうかっていうのはこれ責任主義なんですよ。ね。だからよくほら、心神耗弱状態にあったので、無罪ですみたいな話あるじゃないですか。ね、これは要はその心神耗弱状態、つまりこうなんかわけわかんない状態だったんで善悪の判断がつきませんでしたみたいなところだからセーフって話なんですよ。これ責任がないって話なんですよ、ね、悪いって分かっててやったら責任あるんだけど、悪いって分かんない状態にあった時、ね、もしくはその様々な事情によってね、ご本人のね、悪いということが判断できない、善悪の判断がつかない人はこれ罪を免れちゃってですね、はい、刑罰は受けないんですよね。まあその代わりなんか入院させられたりとかもするんですけれども、まあそんな感じね。はい、民法や刑法ですらですね、善意悪意っていう言葉ね、責任っていう言葉ね、辞書的な意味では使ってないでしょ。ね、同じように憲法におけるですね、戦争とか戦力って言葉も、これは辞書的な意味で使ってないっていう話を私は何回もやってきました。で、このことをですね、世に明らかにしたのは篠田秀明先生ですよ。東京外語大学のね、本当の憲法っていう本に全て書いてありますので、ぜひ皆さんこれ読んでください。で、結果的にはですね、こんな薄い新書なんですけど、これ一冊で東大憲法学70年の歩みを一撃論破してしまったんです。はい。グーの音も出ないほどやっつけてしまったんです。で、結果何が起こってるかというと、まだ一切反論がないんですよ、篠田先生に。篠田先生の本はみんな読んでるみたいです。はい。何かにつけて篠田先生の悪口は言ってるんですけど、まともな反論はないです。いつも私この動画で読みかけてますけどね、木村聡太さん、ぜひ、篠田先生とご対談なさったらいかがですか？ね、東大憲法70年の歴史でね、論破にかかっていいと思うんですけれども、まあ多分論破できないと思いますけどね。まあまあそういうことです。で、篠田先生言ってることは非常に、わかりやすくてね、憲法に書いてある、まあその平和とか戦争とかね、戦力っていう言葉は、まあもともと英文草案があるわけで、その英文草案を参照しながら国際法の枠組みでね、国際法のテクニカルタームとして、読み解けば、非常にスッキリしますよと。で、戦争というのは何かといえばね、戦争の定義簡単ですよ。ね、武力による現状変更。これが戦争です。はい。で、戦力っていうのはその武力による現状変更をするためのポテンシャルね。能力ね。ね、これが戦力なんです。ね、ウォーポテンシャルね。ね、英語で書くと、ウォーポテンシャル。これが戦力なんですよ。ね、戦う力じゃないのよ。ね。で、島田さんみたいな人は、暴力ってことで全部一緒くたにするわけ。ね。要はその同じ銃でも、
ね、戦争のために使う銃と、ね、これロシアの銃ですよ、ね、その戦争を仕掛けてきたやつから身を守るために使う銃、これウクライナの銃、意味が違うんですよ、ね、国際法上は全然意味違うんですけど、これを一緒くたに解釈するのが、まあ、この東大憲法学の、まあ、流儀なんですよね。戦力って書いたら戦う力と読むんだ、出刃包丁一本だって戦力なんだと、ね、だからやられても抵抗すんだみたいな話ですよ。それじゃあやる方はどうなのってことでしょ、ね、でこれはだから国際法の必要で、やる方がね、やる方がね、もしね、本当にその、まあ、武力による現状変更を仕掛けてきたら、全員で制裁しますよと。ね。で、全員で制裁するためには手続きあるので、その手続きが取られる間は、自力で守ってくださいと。ね。で、その守ることを自衛力の行使と言いますと。ね。自衛権の行使と言いますと。で、その自衛権の行使っていうのは、これはね、武力による現状変更を防ぐためにやってるんだから、このね、実力行使っていうのは、国際法上完全に合法ですよと。いう話なんですね。まあ、篠田先生にも何度かこのチャンネルご登場いただきましてですね、この話はしてもらいました。まあ、今非常に分かりやすい事例があります。ロシアとウクライナのね、まあ、この戦いですけれども、ロシアから見たら、ね、ロシアの今やってる行為ね、これ完全に違法ですね。武力による現状変更、戦争を仕掛けてます。ね、ロシア軍はウォーポテンシャルです。アウトです。戦争負けたら解体されなければいけません。ロシア軍はね、ウォーポテンシャルですから。逆にじゃあウクライナ軍は何かといえば、ロシアのね、この軍事侵攻に対して自衛権を行使してるわけでしょ。だからウクライナのね、この自衛権の行使っていうのは完全に国際法上合法なんです。で、さらに言うと、ロシアのね、まあ、国境のロシア側の町ね、ベロドルゴとかああいうところね、越境攻撃してますよね。これいわゆる敵基地攻撃能力ですよ。ね。陸を接してあそこから補給来てるわけでしょ。叩かなかったら戦争終わんないじゃん。だからこれは許されるんです。でも首都モスクワを占領しようなんて意図はないでしょ。ウクライナに。ね。こういう感じで具体的に考えなきゃいけないんですよ。ね。戦力とかね。それからその自衛権の行使って何かと。で、島田さんの議論っていうのは、こういうのを全部一緒くたにして、ね、全部暴力ですって、まず言うんですよ。で、さらに言うと、その全部暴力ですって言った時になぜか、先に攻撃してくるロシアとか、北朝鮮とか、チャイナは落ちてるんです。ないの。ね。で、それを守ろうとするこっちが暴力使うな、みたいな話で、私は一切暴力に反対してます、とか言いつつ、でもテロリストには同情して、あの暴力はしょうがない、でかした、みたいなことを言っちゃうわけ。ね。おかしいでしょ。ね、完全にもう向こう側のロジックなんですよね。ということで、いつも言ってる通りですね、日本国憲法というのは国際法の枠組みで解釈すれば極めてシンプルで読み解くの簡単です。で、そういう形でね、解釈していくと、今のね、現行憲法を改正しないでもね、ね、実はだって国連憲章と日本国憲法と日米安保条約ってこれ3つ全部束になって1つのね、法律ですから、社会契約ですから、これで成立してるんで別に憲法改正しなくてもいいっていう話もあるんですよ。篠田説究極的にやると憲法改正しないでも大丈夫じゃんって話になるんですけど、70年間ね、今言ったように東大憲法学がね、戦争を戦うことと読み替え、戦力をね、出刃包丁一本武器だみたいな感じで読み替えてわけわかんないことになってるから、これは変えないとですね、ね、変な解釈が曲がり通るし、変な解釈をする余地が残るから、やっぱいけないんじゃないということで、だから今ね、まあ憲法改正しようということで議論やってるんですが、公明党がですね、まあ、やっと本題です。すいません。公明党がですね、なんと自民党のですね、9条改憲案に反対しているということなんですよ。で、その理由もね、まあ、さっき言ったような、このね、島田さんがやってるような、まあ、辞書的なですね、まあ、解釈、まあ、いわゆるね、70年、戦後70年の勲功学と呼ぶんですけどね、あの時こういった政府解釈ではこうだったってガチャガチャ言ってんですけど、自衛権って何かといえばね、必要なことは全部やるってことです。はい。ね、我が国の主権を守るために必要なことは全部やる。以上。これが自衛権なんですよ。だから、専守防衛だとか、なんちゃらかんちゃらって、そんなもんはっきり言ってどうでもいい話。必要なことは全部やるんです。我が国を守るためにね。ただし自衛権ですから。ね。その国際法の枠組みの中における、ね。国際法で認められた自衛権の範囲内で、すべてのことをやると。国際法が歯止めなんですよ。で、それにさ、ね。屋上国を重ねるようにさ、必要最小限とか、専守防衛とか、余計なこと言っちゃったんです。で、これはなんでかっていうと、その時の事情ね。あの沖縄返還あったでしょ。沖縄返還の時にさ、米軍がベトナム行ってたわけだよ。でその時にベトナム戦争に、まあ、自衛隊が参戦することがないようにいろいろこうね、ハードルね、高くしといたので、それが未だにです。それもベトナム戦争って1970年代ですからね、50年前の状況でね、まあ正当化されたようなその議論が、まあ、未だに尾を引いてるとね。であれはあの時ベトナム戦争でね、具体的に日本が参戦するって選択肢はないからと、ね、軍そのものが行くって選択肢はないから、ああいうふうに言いましたって言えば終わるのにさ、まあ、あの時こう言った、この時こう言ったね、その時の政府答弁はこうだったとか、まあ、未だにやってるわけです。で公明党がですね、そのね、自民党の、まあ、9条改正案に賛成できないと、いうふうに述べたということがね、これまあ土の子新聞報じてるんですけど、その理由がね、
まあ、一応まず、自民党の改正案どうなってるかというと、第1項ね、憲法9条第1項は残して、まあ、戦争放棄ね。ね、まあ、戦争ってのはこっちから仕掛ける戦争ですよ。これやりませんと。自衛権を放棄しないからね。あくまでも戦争の放棄ですよ。で、第2項、戦力不保持もそのまま残して、で、9条の2を新設、まあ、加憲ですよね。して、自衛隊を明記すると。いう条案を、条文案をまとめていると。で、9条の2の、2にですね、9条の規定に関して、必要な自衛の措置を取ることを妨げずと、いうことです。で、これに対してね、そのまあ、公明党の北川さんがですね、自衛隊は妨げずはあくまでも戦力不保持の、9条2項の範囲内にあると述べているが、妨げずを、例外規定として使用する法律は、数多くあると。9条2項の例外規定と読まれる余地を残すことになり、賛成できないというふうに言ってるわけですね。まあ要はその戦力は持ちませんと言ってることの例外規定になるかもしれない。なるわけないでしょうって思うんですけどね。このだって憲法全対読めばさ、わかる通り国際法と対になってるわけでしょ。ウォーポテンシャルは持たないわけだから。ね。戦争も放棄するんだよ。ね。仕掛けられたら自衛権を行使するけど、ね。だから、ウォーポテンシャルは持たないんです。我々が持つのはプロフェッショナルミリタリーですよ。ね。で、その戦力の不保持っていうのをウォーポテンシャル持たない。プロフェッショナルミリタリーを持ちますと。ね。で、そのプロフェッショナルミリタリーは、まあ、自衛隊なんですけれども、まあ、それが、要はその、この妨げずっていうのがね、要はその戦力の例外になるかもしれないと。ウォーポテンシャルというふうに読まれるかもしれないんですけど、さすがに厳しいなと。ね、必要な自衛の措置を取ることを妨げずって、あえて書くのは、要はその、9条2項っていうのが戦わないみたいなふうに読まれてるから、あえてこういうふうに書いてるだけの話でさ、何を言ってんでしょうねと。でね、結局これ、やっぱりね、篠田先生がおっしゃる通りね、第3項をね、やっぱね、追加すべきですよ。3項、全項の目的を達成するために、まあ、全2項でもいいですよ。全2項の目的を達成するために、日本国政府は軍隊を持つと書けば、まあ、こういうね、必要な措置がなんとかかんとかね、妨げずとかそういう、まあ、言葉尻捉えられることないので、ね、日本国政府は、ね、全項の目的、まあ、全2項の目的を達成するために、ね、軍隊を持つと、ね、軍隊と書いて、プロフェッショナルミリタリーと読むと、ね、英文草案も一応作っといたらというふうに思いましたね。はい、ということで、まあ、ちょっとね、公明党にこういうふうに突っ込まれてしまうのもですね、やっぱりちょっと自民党の方もですね、国際法ベースの憲法解釈ってのはちょっと甘いのかなと。ぜひね、篠田先生を呼んでね、もう一度ちょっとレクチャーをしてね、憲法審査会ね、やっていただけるといいかなと、いうふうに思いました。はい、ということで、今日の内容面白いなと思った人はぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。